おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。4月29日土曜日の全国のお天気をお伝えします。低気圧や前線の影響で西日本から雨が降り出してきます。雨のエリアは次第に拡大していきそうです。局地的に激しい雨となる恐れがあり警戒が必要です。沿岸部では強風などにもご注意ください。日中日差しが届く東日本や東北エリアでもどんどんと雲が厚みを増していきます。雨の降り出すところもあるため空の変化などには注意が必要です。北海道も雲が多く夕方以降は雨の降るところもある見込みです。昼間気温が上がり過ごしやすい体感となるところが多くなります。日差しが届くところでは汗ばむ体感となりそうです。服装でうまく調節をしてください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。